はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画ではリアルに100日間のシンプルライフを実践したミニマリストに素敵な経験談、体験談を聞いてみたいと思います。この動画は後半戦です。ではまずはじめに自己紹介をお願いします。はい、中ソニーと申します。インスタグラムの方を中心にミニマルな暮らしだったりだとか、365日のシンプルライフに今は挑戦しているので、はい、その様子をお届けしております、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ、前編でもですねちょっと同じような動画撮ったんですけども、ちょっと尺の関係上前編後編に分けさせてもらって、まあ、今回の後編でも全然楽しめるとは思うんですが、もし興味があればね、動画下の概要欄に前編の動画も載ってますので合わせてご覧いただけたらと思います、はい、で何の動画かと言いますとですね、今回の動画、中ソニーさんが、映画100日間のシンプルライフっていうドイツの男2人で持たない暮らし実験やったっていうその映画があって、 それを機にね、実際にリアルに実験されて、その経験談をちょっとね引き出そうかなと思いました、はい、画像が一応こんな感じで、はい、でそれを見てなんかもう影響されて自分もやってみたいってなったわけですよね、はい、そうですね、はい、でもともと前編でもご紹介したんですけど、もともとフィンランドの映画とかでも365日のシンプルライフって、こちらの画像にもあるように、まあ、倉庫に持ち物全部預けて1日1個物を増やすみたいな実験があって、それ実話に基づく映画らしいんですけど、まあ実際にもう日本のミニマリストさんとかでもやってる方なかなかいないんで、いろいろ学び気づきを引き出せたらなというところで今回ちょっと動画撮っております、はい、で改めてですね、中ソニーさんが100日間のシンプルライフを、まあ、いつ頃始めたのかとか、まあ今現在ちょっと持ち物でどれぐらいなのかっていうところから聞きたいんですけど、まずいつ頃始めたのかから聞いてもいいですか。去年 の社会人1年目になるタイミングの3月末ですね、ぐらいから始めて、今はだいたい持ち物が200ないぐらいだと思います。なるほどね、はい、もうじき1年経つということで、まあ、2022年の3月ぐらいから始めて、ね、今撮影してるのが2月なんで、はい、あと1ヶ月したらもう、そうですね、365日実験してきたということになりますと、はい、で今回はですね、その中ソニーさんのインスタグラムで100日間のシンプルライフで分かったこと100選という投稿がございまして、はい、でそこからちょっと僕がね勝手に厳選させてもらって、あの中ソニーさんからお話聞きたいこととか、視聴者さんになんかお届けしたい気づき学びを、まあ、僕の方で40個厳選して、前回は18個ご紹介させていただきました、はい、で後半はこの動画では、まあ、20個ちょっとぐらいお話聞けたらなと思っております、はい、では早速、前回の続きなんで19個目からね、はい、いきたいと思います。19個目は、あれば便利なもの、なくてもいいものが生活の中にたくさんあるというこれもゼロから増やした人しか分かんないかもしれない。そうですね、もしかしたらこの後出てくるかもしれないんですけど、うんうん、その生きていくことと暮らしていくことってすごい違うなっていうふうに思ってて、その例えば生きていくだけだったら、うんうん、まあ、ちょっと今映ってないですけど、はい、そこにある間接照明だったりとかっていうのも、うん、まあ、この照明とかも、はい、まあ、いらないと思うんですよ別に、うんうんうん、でもその自分らしく生きるだったりだとか、うん、その楽しく豊かに暮らすっていうのは、はい、一つのその人生のなんていうか、はい、まあ、目的というか、うんうんうん、みんなの意味だと思うんで、うん、ってなると別になくてもいいものもその人にとっては必要だったりだとか、なんか生きるために必要なものだけあればいいっていうのはやっぱりちょっとしんどいなっていうのは思ったっていう。確かに、はい、もういきなり名言が出ましたね。あ、はい、生きると暮らすは違うとこれはすごい本当に思います、ね、まあ確かにね、でも本当生きるだけだったら本当物少なくてもいいですけど、はい、まあ、それこそもしかしたら10個ちょっととかね、20個ちょっとで生きれるかもしれないけど、 それだとやっぱ生活がつまんないとか人生が楽しめないってなっちゃうんですよね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて20個目の気づき学びはですね、50日を超えてテーブルやソファーが欲しくなるということでちょっと変わってきたわけですねそうですね、はい、やっぱりそのまずは命の安全が担保されて、まあ、寝れる、はい、ご飯がちゃんと食べれる、うん、あとまあ服がその多分何着かもこの時はあると思うんですけど、はい、服もそれなりに着れるってなった時に、はい、まあ、やっぱりそのテーブルだったりだとか、うんうんうん、まあ、ちょっとくつろげるソファーが欲しいなみたいな気持ちが出てきて、はいはいはい、それまではそのベッドの上でなんかパソコン乗せてなんかこう作業したりとかやってたので、はい、まあ、あとはそのシンクで作って、はい、キッチンで作ってそのまま立って食べるとかやってたんで、なるほど、なんかやっぱテーブルぐらいあってもいいんじゃないかなってそういうことですね、はい、ちなみにそれでテーブル増やしたのがこれですか。あ、そうです、その時買ったのが。なるほど、ちなみにそのテーブル買うってなった時はまあ50日ぶりかなんかに多分増やしたわけじゃないですか、おそらく。そうそうです、ざっくりとね、はい、そう、テーブルはどういうの買おうってなったんですか当時。あ、
まあ、こんなお部屋にしたいなみたいなのをそのインスタとかで集めて、まあ、アイデアを集めて、で結構こういう形のテーブル使ってる方が多かったので、まあ、まずはマネから入ろうと思って。なるほど、いいですね。はい、でプラスなんか先ほどもねおっしゃられてるんでソファーも欲しかったって書いてあった。あ、そうですね。ですけどソファー今現にないじゃないですか。ソファーも欲しいんですけどやっぱり今の部屋だと結構、はい、あの、まあ、5.5 畳ぐらいでちょっとソファー置くと、まあ、やっぱり圧迫感出るかなっていうふうに思って、まあ、ソファーのなんていうか便利さよりも、はい、その暮らしの余白を優先して残してる。なるほど、買ってないって感じです。葛藤ですか。あ、本当はもうちょっと広ければ欲しいっていうのは、まあ、本音でなったりしますけ ね、この辺もなんか多くのミニマリストさんは、まあ、それこそソファーなんていらない手放したって方も多いけど、はい、やっぱゼロから増やしていくとね、そうそうです、やっぱ増やすとちょっと暮らしが豊かになるとかくつろげるんじゃないかみたいななりますもんね、きっとね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて、あ、これもすごいいい名言ですね。21個目なんですけども、はい、当たり前にあるものが一番 QOL を上げているっていう。あ、これはもうめちゃくちゃごもっともですね。そうですね、あの、はい、前編でもちょっと話したかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱりそのベッドだったりだとか、はい、掛け布団だったりだとか、うん、冷蔵庫だったり、本当にその当たり前に身の回りにあるものがないとやっぱりどれだけ大切だったかってすごい気づくと思うんですよ ね、ないとどれだけ大変かってことですよ。本当にそうですよね。本当に、はい、やっぱりなんでもしその興味がある方がいたら、うん、じゃあ1週間はこれを使わないで暮らしてみるとかっていう縛りをやっぱり生活の中に入れて暮らしてみるとやっぱりありがたさがまたわかるというか。そうですね。ちなみに今200個ちょっとあるわけじゃないですか、はい、この300日ちょっと暮らしてみて、はい、あのリアルに一番これ増やして感動したみたいなのって何のアイテムになるのかなと思って、はい、でもそれはもうインスタでも何回も言ってるんですけど、はい、あのそこ あのニトリ あの温度調整掛け布団っていう紙アイテムがあって、あの、はいはい、これどういうアイテムかっていうと、うんうん、その温度調整できる綿が入ってて特殊な綿らしいんですけど、夏は結構その涼しくて、はい、であの冬は結構あったかいんですよ。今もこれ1枚で全然2月ですけど寝れてて、へ、そうなるとやっぱり収納がいらないんですよ。別にいつも出しとけるん で、ね、じゃ冬になったらしまってとかっていうのがなくなるんで場所も取らないし、あの洗濯機で洗えるしっていうのでいいですね。すごいこれはね、おすすめしております。普通だったら多分電気毛布敷いたりとか、はい、あとは毛布だったりとか、はい、あと人によってはなんかニトリさんでも売ってるその夏はひんやりするやつとか、そうですね、冬だったらなんかモコモコしたあったかいやつとかっていうのあるけど、そうそうです、ね、でも本当今の1枚でいいわけですもんね。そうですね、これ1枚で、あの、まあ、個人差あると思うんですけど感じ方は。なるほど、僕はもうこれだけでいけるんで。いいですね。でも本当寝具なんか寝れるとかそうやってめちゃくちゃ幸せですよね、はい、いや本当にそうですね。あの1日目の僕に、はい、言ってあげたいですね。本当、ね、でも本当、まあ、寝具以外にも例えば洋服着れることとか、はい、あんなら選べることとかね、いやそうですね、そう、靴があることとか、もう全てがありがたいっていうところで、本当にそうです、ね、本当に普段使ってるものはね、それこそこまめになんかメンテナンスというか磨いたりとかね、はい、そういうの大事ですよというところで、はい、ありがとうございます、はい、では22個目いきたいと思うんですけども、何かに執着すると苦しくなるっていう言葉、気づきがあったんですけど、これはつまり どういう時にこう感じたのかなと思って、覚えてますか？あ、そうですね、はい、何かに執着すると苦しくなる、まあ、やっぱりミニマリストっていう生き方を発信していく中で、うん、ここにミニマリズムに執着しちゃうと、うん、じゃあ物は増やしちゃいけないとか、うんうんうん、なんか洋服、好きな洋服も、うん、そのたくさん持つのは良くないみたいなのっていうのに、うん、やっぱりこだわりすぎちゃうと身動きが取れなくなっちゃうんで、うん、はい、まあ、なんかこう執着みたいなのを、うん、まあ、手放した方が、まあ、仏教じゃないですけど、うんうん、あのやっぱり気持ちも楽になれますし、そうですね、なんかこう何事もバランスかなっていうふうに思います。なんか依存先を一つにしないというか、うんうんうん、それは大切なのかな。なるほど。え、なんか中曽根さん的にその苦しかった時期はあるんですか？そのミニマリストっていうなんか肩書きというか、はい、その苦しいというか、なんかちょっとモヤモヤする部分あった時期とかはあったんですか？あ、でもそれはやっぱり今でもありますよね、はい、なんかこう例えばもう少し物を増やしたいなっていうのは思ってるんですけど、うん、こういうちょっと不便なところを解消していきたいとか、はいはいはい、でもじゃあそうやって物を増やしていくと、うん、その他の
今見てる人たちだったりだとかはちょっと、うん、まあがっかりされるのかなとかまあなんかなるほど、ただまあそこに縛られないようにしたいっていうのは自分の中であるんですけど、確かにね、そこはなんか別に気にしなくていい部分だとは思うんですけど、はい、気にしちゃいます。まあこれはね、多分 SNS 発信してる人は多分誰しもがありそうな、ね、僕もちょくちょく聞くんですけど、やっぱ名乗ってる以上やっぱ物買わない、うん、買えないとか、なんかその減らさないといけないみたいなところにとらわれちゃって、うん、はい、まあ、結局、まあ、何名かの方はもう辞めますっていう方もいますしね。そうですね、そうそう、でだからもう最終的にはミニマリストって肩書きを手放すみたいな。まあそう、それがもしかしたら一番いいかもしれない。ね、いいかもしれないですけどね。うん、まあ発信する以上なんか肩書きがあった方が分かりやすいのもあるけど、まあでも本当そこ囚われずに片付けたりね、そうですね、増やしたりっていうのは結構大事かもしれないですね。うん、ありがとうございます、はい。では続いて23個目。ないものではなく、今持ってるものに目を向けることが大切と。ああ、ということで。本当にまあこれも。うん、まあ、今の自分にも言い聞かせてあげたいんですけど、はい、うんうん、やっぱり人間こう自分の持ってないものとか、うん、周りが自分になくて人にあるものだったりにやっぱり憧れたりとか、それを欲しいなと思うと思うんですけど、そうですね、まあ、でもそのやっぱ一日一つずつものを増やしていく中で、うん、この選び抜いてきたアイテムたちもすごいありがたいものだし、はい、素敵なものなので、はい、やっぱないものよりも今あるものにやっぱ感謝するみたいなところが、うん、まあ、人生の上でも大切なのかなと。なんか確かにそうですね本当に、うん、多分最初の初期の頃ってまだ数個とか数十個の時ってもう比べるって概念がないかもしれない、はい、 そもそもね、うん、もうまず生きていくことに必死だし、そう、ね、そう、とりあえずこれがあるだけでありがたいみたいな、はい、感じにもなりますからね。逆になんか多い状態から減らしてもなんかやっぱ比べるところってありますよね、はい、この人の方が少ないないし、そうですね、この人の方がいいもの持ってるみたいな、はい、これはちょっとなかなかできない経験というか気づきで、まあ本当たるを知るみたいなやっぱ大事だよみたいな、本当に難しいですけど、ね、大切だと思います。これはね、でも本当ゼロから僕は、はい、増やしてった方が僕はたるを知れるはすごいなんか感じやすいなって思いました。ああ、まあ確かに逆にでも、はい、ゼロから増やしてってもう満足しちゃってなんか、あ、もうちょっとなんかこの、はい、ここの辺便利にした方が満足度上がるけど、うん、もういっかみたいな、なんかめんどくさい部分とか、はいはい、ズボラな部分がなんか出てきてあるかもしれないそれがなんか良くないなと思います、はい、なるほどね、まあ、何事もやっぱメリットデメリットありますね。そうですね、僕もなんだかんだ言って少ない状態で今あるものでも十分と思うから、はい、やっぱ増やすのめんどくさいし、はい、処分も大変っていうところで、でもそれでもやっぱ買ってすごい、あ、これ良かったなっていうものもあるから、うん、その辺はちょっと注意というかね、そうなんです、必要かもしれないけど、そうですね、本当に、はい、まあ、でもベースとしてはやっぱね、今あるものに目を向けることが大切ですよというところでね、はい、うん、ありがとうございます。では続いて24個目、これも大変興味深い気づき学びで、はい、心を消耗させるものと潤すものがあるという、はい、これはどういうことでしょうか。スマホとかも正直心を消耗させるものだと思うんですけど、うん、なんかやっぱり SNS もそうですし、うん、YouTube だったり、まあ、ゲームだったり、スマホの、うん、っていうのも、はい、やっぱり人と比べちゃったりとか、うんうんうん、なんかこう刺激が強かったりとか、はいはい、やっぱなんか心が疲れるような、そのそうですね、ぼーっとする時間をなくしてくるようなものなので、うん、その心を消耗しちゃうなっていうのもあれば、うんうん、まあ、例えば、まあ、本だったりだとか、うん、まあ、お気に入りの間接照明をちょっと夜いい感じに光ら、うん、はい、そのついて、うん、なんかゆっくり楽しむみたいなのは、逆にその特に学びもなんか生産性もないですけど、うんうん、自分の心に栄養をなんかくれるような気がして、はい、いいですね、そういうところをなんか感じます、はい、なるほどね。でも本当言ってみたら SNS、まあ、例えばスマホとかパソコンとか、はい、そういう系ってやっぱ仕事も含めてですね、はい、消耗されるけど、そうです、ね、心からなんか充電がどんどん減っていくみたいな感じはあります、ね、だけど、まあ、例えばあの読書とか、まあ、それこそなんかリラックスタイムだったり、はい、まあ、人によってはまあ例えば散歩だったり映画見たりとかは結構充電される感はありますね、はい、そうですね、エネルギーがくれるみたいな、うん、そのもののバランスって結構大事だなって思いましたね。そうですね、なんか見えない部分なんで、ね、減ってるのも気づきにくいですけど、はい、確かに確かに大事だなと思います。そうですね、多くの方は多分疲弊してる方なんかは多分消耗されるものばっかり持ってませんかってことですね。そうそうですね、 ね、はい、うん、ありがとうございます、はい、ではでは続いて25個目、物は物欲を呼ぶっていう、ああ、まあでもこれも本当にそうだなと思ってて、うん、まあ、ね、服とかは分かりやすいと思うんですけど、はい、例えばコートを1着買って、うん、そのコートに合わせるパンツを買おうとかっていうふうになったりとか、うん、はい、まあ
なんでしょう、本当に物がゼロの状態から始まるんで、まあ、そのフライパンがあるからスポンジ洗うためのスポンジが必要になるとか、物がなければその別に必要じゃないものっていうのが結構あるんだなっていうのはなんか思いました。そうですね、でも本当なんかあれを買ったから、まあ、例えばメンテナンスのものが必要とか、はい、まあ、例えば物が増えてきたから収納を買おうみたいな、結構連鎖で ね、物欲って本当増えてきますけど、そうですね、この辺はちょっと注意が必要というか、はい、それこそ、まあ、物欲で言うと今でこそ中曽根さんって物欲ってどんな感じなんですか？ああ、でもなんか、はい、物欲は全然あるんですけど、なんかこういう椅子が欲しいなとかっていうのは、はい、でもなんかこうまあ、コントロールはできてる感じがします。じゃあもう今すぐ欲しいとかじゃなくて、別にまあいつか手に入ればいいなじゃないですけど、なるほど、時が来たらなんか買おうかなみたいな。なるほどね。じゃあだいぶ余裕がある感じだ。そうですね、別にあってもいいしなくてもいいものっちゃものなんで、なるほど、ね、まあ、でも買ったら満足ができるだろうなっていう、はいはいはい、そういうことですね、うん、ちなみに実験やる前っていうのはどうでしたか、物欲とかは。実験やる前は、はい、まあでも服とかで行くと、まあ、本当にちょっとこれは、はい、まあ、着るだろうなぐらいの感覚で買ってたので、うん、やっぱポン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 服はやっぱ買ってましたし、うん、なるほどね、そういうところは結構変わったかなっていう、はい、ありがとうございます、はい、続いて26個目なんですけども、74日目、はい、欲しい気持ちよりめんどくさい気持ちが勝ったっていう、はい、これも大変興味深 い普段そのゼロから1個ずつ増やすなんてチャレンジってみんなしてないと思うんで、うん、よくわからないかもしれないですけど、はい、もう70何個も物あったら全然生きていけるんですよ、うん、暮らしてもいけるし、はい、そうですね、全然そのなんか周りから見たらどうかっていうのは置いておいて、うん、自分はもうなんかだいぶ満足に暮らせるってなってくると、うん、ただその1日1個物を増やすっていうのはルールであるんで、うん、はい、まあ、でも増やさなきゃいけないっていうのが逆にこうなんかしんどいというか、はい、確かに別になんか選ぶのもめんどくさいしみたいな風になってくる瞬間が後半はちょこちょこありました、うん、おー、なるほどね、うん、なんかそれこそオープニングでもちょっとご紹介しましたけど、あのフィンランドの365日のシンプルライフとかでも、はい、映画とかでもなんかある程度日数経ってから、はい、なんかもう増やさなくていいなみたいな、あ、そのわざわざ家から離れたその倉庫に物取り行くのもめんどくさいし、はいはいはい、みたいなことが言ってあって、うん、映像があって、まさにそんな感じですよねもうめんどくさいみたいな、やったら皆さんそうなるかもしれないですね。そうですよね、うん、確かに。だから僕もなんか1日1個取り出せるっていうルールとかあったとしても、はい、なんかある程度増えてきたらもうその何増やそうって考えるのがすごいめんどくさいみたいな。そうなんですよね、なりますもんね。そうですね、はい、これは本当にやった人にしか分かんない感覚っていう、はい、確かに、ありがとうございます。ではでは続いてなんですけども、27個目、はい、パジャマを着ると気持ちが寝る準備をし始めるっていう。あ、でもこれすごい、はい、シンプルライフチャレンジを始めて、うんうん、なんか寝る時だけの服というか、そういうのがあってもいいんじゃないかなって思ったんですけど、はいはいはい、ってなるとやっぱりそのパジャマを取り出してみたんですけど、うん、やっぱ着ると、うんうん、なんかじゃあもう寝るぞっていうスイッチが入るというか、うん、なんかやっぱりそのための服なんで、うん、なんか気持ちもそっちに向かうような気がして、なんか一種のスイッチ的なのありますよね。そうですね、普通の普段着るのはオンモードで、はい、パジャマ着るとオフモードになるみたいな。そうです、ね、別になんかその、はい、今着てる格好でも寝れますけど、なんかそういう、そうですね、おっしゃる通り、なんかそのスイッチを切り替えるみたいなのは結構、うんうん、ありますよね、いいなって思いました。なんかそれで言うと、なんか例えば、まあ、普段着る服があるわけじゃない、はい、出かけられるような服、はいはいはい、でパジャマも増やしたわけじゃないですか、うん、でその中間の部屋着っていうものが多分ごく一般の家庭はあるんですけど、部屋着はそもそもあるのかどうなのかとか、どうですか部屋着は。でも、はい、部屋着っていうふうには置いてないですね、うん、その、まあ、例えばじゃあ掃除するとかってなったら、うんうん、スポーツする時の服着たりとかっていうのはできますけど、なるほど、別になんかそれ用の服はなくて、はい、それこそ今日着てる服とかも別に外に、うんうん、はい、出れるような格好ですし、うん、それをもう家の中でも着てるみたいな。だからもう基本兼用って感じですね。そうですね、外にも出れる、家でも過ごせる、で掃除するときは運動もできるし、はい、掃除もできるみたいな。そうですね、だから外出はできない、人に見られない、家だけで過ごすような服みたいな部屋着はもうないみたいな。別になくても、はい、いいんじゃないかなと思うことですね。だから持ってる方はちょっと手放せる方、手放せる方が大体2軍の服とかね、そうボロボロだったりとか、そうですね、そうするから、はい、うん、ありがとうございます、はい、では続いて28個目なんですけど、はい、自由にアニメや映画を見る時間が1日の中で必要っていう気づき学びがあったんですけど、これはつまりどういうことですか？心の充電みたいな感じですか？そうですね、なんかこうやっぱり仕事もしながら、うん、インスタの発信もするってなると、はい、すごいやっぱり1日
重働いてるじゃないですけど、っていう時期もやっぱあって、でもやっぱその働いてるだけじゃなくてちゃんと休む時間というか、なんか別に何もなんか仕事に役立つとかじゃないことを知ってる時間もすごい心の栄養になるというか、それがないとどっかでやっぱ倒れちゃうじゃないかなと、すごい感じた記憶です、ね、なるほどね、はい、あくまで僕の感覚ですけど、はい、5年間僕 YouTube やってきて、はい、とりあえず僕の感覚ね、はいはいはい、5年はなんとか頑張れる人は、はいはいはい、とりあえず仕事重視で、はいはいはい、だけど5年ぐらいしてくるとだんだんパフォーマンスが落ちてくる、やる気が落ちるという、はいはいはい、やる気った感が出てくるから、で最近僕映画見たりとかいろんなことチャレンジしてるんですけど、はい、やっぱその遊び心というか遊び余裕があった方が、はい、パフォーマンス上がるというか継続的に長期的に仕事頑張れるなっていうのはあるから、ね、まさにおっしゃってる通りだなって思いましたね。そうやっぱ自由時間が必要というか。なるほど。そうそうそう。ちなみに今現時点で中曽根さんなんか取り入れてることとかはあるんですか、なんか普段一日、まあ、最近のマイブームでもいいし。でもそれこそ武尊さんも好きって、はい、おっしゃってましたけど、うんうん、僕も銭湯とかサウナ行くの好きで。おお、いいですね。週1は行くようにしてて、まあなんか行けるときだと週に行くようにはなんかしてます、ね、なるほどなるほど。でもそういうのがやっぱ大事って気づいたわけですね。大事ですね本当に、はいはい、ありがとうございます、うん、ではでは続いて29個目なんですけども、はい、片付け断捨離が必要なのは暮らしを豊かにしてくれないものっていうことで、これつまり暮らしを豊かにしてくれないものっていうのは どういう意味というか。そうですね、それこそその断捨離するしていくものっていうのは、うんうん、まずもちろんその全然いらないものって不要品はまずもちろんそうだと思うんですけど、じゃあそのなくてもいいけど、うん、あると嬉しいものも全部捨てればいいのかって言われると、なんか僕はそうでもないかなと思ってて、それこそ生きるために必要なものだけじゃ残ればいいのかって言われると、うん、そうではなくて、ここのそのあってもなくてもいいゾーンの中の自分の暮らしを別に特に豊かにしてないものについては省いて、なるほど、豊かにしてくれるものだけが残るようにしたらいいんじゃないかな。なるほど、そういうことですね。なんかイメージしやすい感じで言うと、まあなんかピラミッド的なところで言うと土台っていうのがもう生きていくために本当に必要な、そうですね、本当に生命の危機に関わりはないと、がまず絶対必要で、これは絶対残すと、はい、でプラスなくても、あってもいいものも多分あるから、はい、でそのなんか下の方はやっぱあった方が心が豊かになるみたいな。そうですね。で、一番頂点がなんかなくてもいいもの、ね、豊かにしないものがあるから、そこは片付けましょうみたいな。そうですね。もう絶対使わないものとか。はい。っていうところですね。はい。まあ、それが、まあ、いわゆる、その中曽根さんがこの実験を通して気づいた片付けとか断捨離の定義じゃないけど、はい、なんかそういう考え方に至ったってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。ではでは続いて、ちょっと近しいお話かになるかもしれないですが、はい、30個目。はい。物をただただなくすのがミニマリズムじゃないという非常に深い。ああ、でも本当にそれは、そうだなって思うんですけど、はい、やっぱり、ミニマリストっていうと、じゃあ物めっちゃ持たない人っていうのはどうしてもやっぱり先行しちゃうと思ってて、うんね、うん、まあ、ただ全くその人生の楽しみだったりとかをその全部捨てて生きていくのがミニマリストかって言われるとそうではなくて、うん、まあそのあれですよね、自分の人生にとって大切なものを際立たせるために他のいらないものを手放すみたいなのが本質なんだなっていうのはすごい増やしていく、うん、このチャレンジをしていくと思いますよね、はい、減らしていくってよりも、そうそう、だからある状態から減らしていってもなかなかねそう気づきにくい部分ではあるけど、うん、何が自分好きで何がやりたいのかみたいな、何が大事なんだみたいな、ね、ちょっと分かんない方もいるけど、うん、そうそうそう、だけどゼロから増やすと間違いなくね、自分のやりたいとか好きとか、ね、豊かにするとかしか見えてこないから、そうですね、そうそうそう、うん、そういうのでなんか増やすのも一種のミニマリズムだったりしますもんね、はい、言ってみたら、そうですね、そう、自分の好きなものを増やすというか、ね、だから多くの人は減らしてミニマリズムを追求するやり方しか分かんないかもしれないけど、でも増やすのもね、ある意味豊かにしたりとか楽しいことができるなれば、それも一種のミニマリズムっていうのは知っといても損はない感じですね。そうですね。ありがとうございます、はい、続いて31個目、はい、失って初めてありがたさに気づくと。いや、はい、これは初期の頃の掛け布団とか本当に、はい、冷蔵庫とか、そうですね、そうですね、なんかでも人間関係とかも本当に同じだろうなと思って、うん、なんかそうですね、藤井風さんの、ちょっと何の曲だったか覚えてないんですけど、うん、やっぱ失って初めて気がつくなんて、うん、そんなダサいことはもうしたくないみたいな歌詞があって、はい、でもそれは本当にそうだなと思うので、なるほどね、やっぱ日々の当
たり前にあるものに感謝するみたいなのはすごい、はい、そうですね、大切だと思います。確かにさっきもね21個目でご紹介しましたけど、はい、当たり前にあるものが一番 QL 上げてくれるから、はい、そこにやっぱ気づけるかどうかですよ ね、 そうですね、一回なくしてみるとマジで感謝するようになるみたいな。いや本当になくならないと、はい、みんな気づけないのはしょうがないんですけど、ね、うん、はい、でもこの辺も本当行ってみたら海外行って気づく人もいますしね、貧しい国発展途上とか、あと留学するときに全部一旦荷物に日本に置いて向こうで、はい、揃えるとかってなると考えるじゃないですか、何が必要だろうみたいな、その時に気づく方もいれば、ちょっとね、実験できる方をやってほしいですね、できる範囲で。そうですね、はい、一緒に話せる人が増えると、ね、こういう話ができると僕も嬉しいです。ね、ありがとうございます。ではでは続いて32個目、はい、ほとんどのものはなくても生きていけると。あ、まあそうですね、それこそやっぱり前編にもあったと思うんですけど、うんうん、ちょっとその2週間ぐらい超えてくると、うん、タケルさんもちょっともう別に、はい、なんか緊急で欲しいものってなくなってくる、うん、なくなってくる。でなんでその、うん、ちょっとずつ時間が経ってくるとそういう風な考え方になっていくというか。そうですね、うん、僕も多分その僕のもうまだ YouTube チャンネル多分残ってると思うんですよね、再生リストにその実験の様子が、はい、僕本当裸からやって映してはないですけどちゃんと隠しながらコート 1、はいはいはい、1個目出すんですけど、多分20個目ぐらいから本当なくてもいいっていうか、もちろんあったら豊かになるものも増やしましたけど、はい、そう、人間の多分20個から、まあ、多くても50個あれば全然生きていけますもんね、はい、そんな多くなくても生きていけるっていうか。そうですね、まあでもいつかやってみたいですけど、ね、その、はい、リアルにガチで僕は社会人になるタイミングだったんで、さすがにその入社式にコート1枚でいけないじゃないですか確かにちょっとなんでいきなりクビになります。クビになったりとかしちゃうんで、うん、やっぱ最低限のその身だしなみ整えるものとかはそうですね、ありでやっぱ始めたんですけど、確かにもうワンランク上の難易度上げてっていうのもいつかやってみたいです。そうですね、あでも本当に僕がその実験やったからってなると思いますけど、万が一なんか例えば大きい事件がね、はいはい、降りかかってきて、はい、まあ何かあった時にちょっとなんかその人生変えたいんだったら、もう一回僕やると思います、はい、あ動画撮るかは別として、うもう本当になんか何をしたい、人生と向き合うためにも真っ裸からやって、そうですね、そう一回ちょっと修行的な感じでやらないと、確かに確かにっていうのを感じます ね、 すね、うん、はい、ありがとうございます。では続いて33個目なんですけど、はい、失えば得られるものもあるっていう。いや、はい、そうですね、なんか、うんうん、これは、まあ、エッセンシャル思考っていう本があるんですけど、それを読んで、うんうん、トレードオフの考え方みたいなのを学んで、やっぱりその両手にそのどっちもものを握ってる状態だと新しいものってつかめないじゃないですか、うんうん、だからやっぱりその何かものを捨てるっていうのは怖いことだけど、うん、でも手放したらまた新しいもっとお気に入りのものを手に入れることもできるだろうし、うん、まあ、今やっている習慣だったりをやめることで新しいやってみたかったことに挑戦する時間を作ることもできるかもしれないしっていうのを、まあ、気がつくことができたのは良かったかなと思います。ね、多くの方はねもう両手プラスなんかもう肩にかけたりとか抱えすぎてる方多いけど、ね、手放すのがめちゃくちゃ怖い人多いですけど、はい、でも手放さないとね開かないから手が。そうですね、新しいのつかめないですもんね。ちなみに多分怖がってる方もたくさん見てらっしゃると思うんですよ、はい、手放すこれあった方がいいんじゃないかとか、うん、なんかそんな方に向けてアドバイスというか背中を押すような言葉とかなんかあったりとかしますか。あでも、はい、結構ね、うん、多いですよね、失うと怖いというか、そうさっきみたいに例えばあった方がなんか暮らしがなんかしやすいというか、うん、なんかなんか生きにくくなるんじゃないか、ね、はい、不安ばっかり募っちゃうみたいな。そうですね、でもそうそうやっぱり手放そうっていうか新しいものを掴もうって思った時にはやっぱりそれをどっちもはやっぱ手に入れられなくて、うん、持ってるものを手放して新しいものを掴むか、うん、もう手に入れないか全部取ろうとするとやっぱ潰れちゃうんで、そうですね、やっぱりそのワクワクするような、うん、なんか新しいものだったり新しいチャンスが降ってくるんだったら、うんうん、思い切って今持ってるものを手放すのはきっと後悔しないと思います。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では34個目、ちょっと近しいかもしれないですけど、はい、グーで握ってるものも手放してパーにすることで新しいものが手に入る本当に今の話です。今の話ですね、よくそんなことを思ってたなというか、はい、なんかよく、ね、多分何かの本とかで読んだ内容を、はい、多分その自分のアウトプットしたっていうアウトプットしたことだと思うんです。そうですね、でも本当一回持ち物全部手放したからこそ、はい、まあ、今回ねご紹介前編と後編で、うん、
あのご紹介させていただいた、まあ、インプットというか気づきも得られたりとか、ね、プラス、まあ、増やしたものがあることによって多分恩恵というかで幸せになれる出来事みたいなのも降ってきたから、はい、本当出すと入ってくるってなんかセットみたいなところありますもんね、きっとね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて35個目、はい、冷蔵庫は時間とお金の節約になるこれはつまりどういうことですか？あ、そうですね、まあはい、時間で言うと冷蔵庫があることによってそのやっぱスーパーで例えば1週間分買ってきて保存することができるっていう、うんはい、確かにないとやっぱり、まあ、毎日そのじゃスーパーに買いに行くっていうのでも、ねうん、まあできることはできるんですけど僕はちょっと面倒くさいかなっていうので、うん、なるほど冷蔵庫はあった方がいいなって、まあ、時短になると、はいはい、皆さん気づいてますかってこと、ね、時短になってるよっていう、はい、実はなってるよっていうのと、はい、やっぱお金が貯まるっていうのはやっぱそのないとどうしても外食だったりコンビニで済まさなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、そうですね、まあ、自炊の方がやっぱり、うん、僕みたいな若い方とかだとやっぱり自炊していかないとお金どうしても残んないと思うんで、はい、うん確かにね若い時は ねだから結構まあそれこそ最近ねコロナきっかけ投資ブームとか節約ブームとかなって、はい、結構節約節約でなってるかもしれないですけど、はい、まあ本当に必要なものがあることによって結構節約になってますよっていう、うん、そうですね、そこまで根詰めてやんなくても、まあ、そのマジでないともっとかかるよって、はい、そうそう本当に冷蔵庫ないとね、うん、外食ばっかとかそうです、ね、コンビニばっかになってるとかそれはやっぱ大変なんで自炊できてるだけ偉いよっていう本当にそうですよありがとうございます、はい、ではでは続いて37個目なんですけども、はい片付け断捨離しないと暮らしは整わないよっていうそうですねやっぱりその整理整頓というか物の配置を変えてすっきりさせるように見せても、うんまあ、やっぱりそのどうしても限界があるというかそうですねやっぱり家の中にあるものの場所を変えるだけじゃなくて、うん、不要品を家の外にやっぱ出していかないと、はい、そう暮らしってのは整わないかなっていうのはすごい思います。なるほど、はい、もう本当減らしてだからこそ気づくあれですよね。そうですね、はい、整ってきたなみたいな整ってきたなっていうのはやっぱりありました、うんはい、では続いて、はい38個目、はい、物が少ないとルーティーンが作りやすいっていうああでも、はい、そうですねなんか僕大学生の時とかも朝活というか早く起きて、うん、このなんか勉強しようとかなんか有意義に使おうっていうのを挑戦して挫折してたんですけど、はい、その100日間のシンプルライフのチャレンジ始めてから朝活っていうのがすごいなんか習慣になってしやすくなったそうですねなんか早く起きるようになりましたしあとはなんかやっぱ余計なノイズが少ないんでもうなんかそれをやるのになんかあんま躊躇しないというかなるほどなるほどっていうのはありますいいですねでも本当なんか注意散漫にならずやることも明確化になるしそうですねなんか集中力が上がると思います確かにちょっと余裕もできるしねそうですねなんか本当習慣化しやすいっていうのはあるかもしれない、ね、だから人生変わるミニマさん多いのかもしれないですねそうですね、はい、ちなみにそのルーティンの話で言うとご自身がやっぱそのしてよかった、はい変えてよかったルーティンがその 早起きというか朝活ですか朝活は本当にやってよかったなっていうのはなんか思います、はいね、これ皆さん言いますよねいや本当にそう、はい、なんかデータ的にもなんか年収が高い方もそうだし資産が増えやすい方のまあ、ほとんどって言うとちょっと語弊があるかもしれない、はい、6割ぐらいデータとしてはね、まあ、朝活してる方というか早起きしてる方なんですっておだからまあお金がもちろん幸せと直結する方だったらそうじゃないかもしれないけど、はいまあ、1個お金って幸せに関与するわけだから、うん大事ですよね、きっとね。朝活というか。ありがとうございます。はい、では続いて39個目、はい。継続は力なり、小さな一歩でも100日やれば変わるっていう。いや、もう。かっこいい。いや、ちょっと恐縮なんですけど、はい、かっこよすぎて。いいですね、でも、はい、本当にその、例えば100日続けてきて、うんうん、1日1つずつ物を増やすっていう暮らしの中でも、はい、リアルに目の前のできることだったりだとか、うんその自分の部屋が変わっていくっていうのもありますし、うん、1日目と100日目の部屋だと、うんはい、やっぱり結構違うんでテーブルがあったりとか、ね、あとはその時一緒にインスタの発信も毎日やってて、はい、1日目とかは全然見てくれる人も少なかったと思うんですけど、うん、100日やる頃には確か4000人だとか見てくれる方がいたので本当にたけるさんの YouTube とかもそうですけどはいはい、はい、本当に大事だなって思います。そうですね。でも本当に100日間やれただけで、はいまあ、実験もしっかり、SNS もしっかり、そうですね、一個自信にもなりますし、そうですね、
なんか変化も気づきやすいですよね。そうですね。これなんか物もたくさんあって、まあただ継続しただけってなって、もちろんそれもすごいことだけど、はい、物がない状態からまず増えて、行動も変わって習慣も変わってね、そうですね、目に見えて変わってるのを身に染みて気づけそうですよね、きっとね、はい。何もないからこそ。そうですね。はい。ありがとうございます。ではでは、最後、はい、40個目、はい。100個でも十分幸せに暮らせると。いやー。はい、ということで、はい。そうですね。本当に100日目は、うん、あえて何も手に入れないっていたんですよ、うん、へー、なんかそれはもうやっぱりその100日暮らしてる中でも別に今日はもう欲しいものないけど、うんうん、まあルールだから1個手に入れようみたいな日もあって、うん、100日目はあえて手に入れないっていうのを選ぶことで、そんなにもう物は別になくても生きていくことは全然できるし、はい、豊かに暮らしていくことはできるみたいなのを一つその自分の中で、うん、見てくださってる方にメッセージとして届けたくて、最後はそういう風にしたんですけど、かっこいいですね、映画っぽいですね。なんか物を増やさず、そのなんか気づき学びをね、一個分増やして提供したみたいな。そうですね。なんで、100個でも全然十分に暮らせます、うん。そうですね。でも本当、まあ、あくまで個人差はあるかもしれないですけど、はい、多分おそらく、まあ、本当少なければ50個ぐらいで暮らせる人もいるでしょうし、はい、まあ200個ぐらいあった方が幸せっていう人もいるだろうけど、でも、はい、多分その間で全然ね、幸せに暮らせそうですよね、持ち物の数としては。そうですね、本当に。はい、まあそこに、その100個で暮らすとかにこだわる必要は、うん、まあ余計に窮屈になっちゃうで、ないと思うんですけど、はい、例えば一人暮らしこれから始めたい人とかがいれば、別にそんなに最初からいろいろなくても、まあ、冷蔵庫もなくても、まあ確かに4日ぐらいは生きていけるんで。そうですね。全然大丈夫だよ。確かに。伝えたい。確かに。言ってみたら多分この動画公開されるのが多分春ぐらいとかだとは思うんですけど、はい、多分ね、学校卒業されて社会人になる方とか、そうですね、お引越しされて、まあ、新天地でちょっとね、買い集めないとっていう方とかもいるかもしれないけど、はいはいはい、結構焦ってみんなテーブルも寝具も冷蔵庫もフライパンもとか買う方もいるかもしれないですけど、足りないと思ってから買うのも一個ありですよね。本当にそうだと思います、ね、なんか欲しくなってどうしても欲しくなった状態で買った方が、うん、はい、満足度高い。高い。なんか、そう、本当に必要だった、ね、だって。なんなら床で寝てみて、ね、バキバキになって。あ、ベッドってやっぱいるんだな。いるんだな、みたいな。ね、買うとまた全然いいかも違うと思います。しないですね、はい。まあ多少不便かもしれないですけど、まあ今だったらね、ニトリさんとかでもネットで注文できるから、ね、まあ2、3日すればね、届いたりとか、うんうん、まあ近くにあればね、すぐ買いに行ってもいいかもしれないけど、うんうん、まあそういうふうにね、いる足りないと思いながら暮らすのも一種ありですね、はい。ありがとうございます。はい、ということで、まあ今回ご紹介したいのは以上になりまして、なんか最後、はい、まあ実験を通しての、まあ、感想でもいいし、アドバイスでも伝えたいことでも、告知とかでもいいんですけど、なんかお伝えしたいこと最後ありますか、はい、ですね。本当に、まあ、少ないもので暮らすっていうのは、うんうん、やっぱり実践してみると自分が思ってたよりも少ないもので暮らせることに驚くと思いますし、うんうん、まあ、これからその僕と同じように社会人になる方だったりだとか、うん、まあ、大学生になる方だったり、なかなかこう興味がある人は それこそ家族を持ってからだとやりにくくなると思うので、うん、ぜひできるタイミングでやってみることをお勧めします。はい、ありがとうございます、はい、結構若い時にしかできない経験だったりもしますもんね。そう、結婚するとまたちょっと難しいと思いますそうそう、これは本当海外旅行並みにやっぱ貴重な経験にもなりうるのでね、できる方はぜひねやってみてほしいなと思います、はい、では動画の最後に中ソニーさんのインスタグラムのリンクが貼ってありまして、はい、まあ、そこでは発信内容はどんな感じですか、改めて。そうですね、少ないもので暮らす心地よさだったりだとか、あと物の手放し方とか、少ないお金で暮らす方法みたいなのを発信してるので、よかったらぜひ見に来てください、はい、ありがとうございます、はい、動画の概要欄に、リンクが貼ってありますので、ぜひねこの動画と合わせてご覧いただけたらと思います、はい、プラス、まあ、前半の方をね見てない方はね、そちらの動画のリンクも概要欄に貼ってありますので、はい、ご覧いただけたらと思います。はい、ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。